そして関空というとちょうど2年前の9月4日台風21号の影響で甚大な被害を受けた日でもあるんですね、はいはい、今年もあの日本に上陸する恐れのあるというその台風10号、はい、とても心配です。高潮ですからね、この関空が被害を受けた、あと地震ですね、地震です、地震が起きてます、非常に強い揺れを今感じております、はい、皆さん落ち着いて行動してください、身の安全を確保してください、今福井県内福井市内で非常に大きな揺れを観測しました。皆さん落ち着いて行動してください。繰り返しお伝えします。今福井市内で非常に強い揺れを観測しました、揺れの強かった地域の皆さん、車を運転中の方、車をですね路肩に止めて落ち着いて行動してください、非常に今強い揺れを観測いたしました、FBC にあります地震速報では、最大震度4と表示されています。 FBC のスタジオにあります地震の震度計は最大震度4と表示されています。非常に強い揺れが今起きました。皆さん落ち着いて行動してください。火の元大丈夫でしょうか、火を使っている方火をまず消してください。落ち着いて行動してください、津波に関する情報は入り次第お伝えいたします、仮に震源が海底ですと津波が起きる恐れがあります。沿岸部の方念のため、海岸から離れてください、高いところに、落ち着いて避難をするようにしてください、周りどうでしょうか。荷物上からガラスが割れたり、なんか棚から物が落ちたりそういうことはありませんか。落ち着いて行動してください。非常に強い揺れが今発生いたしました、繰り返しお伝えいたします、先ほど今から3分ほど前でしょうか、福井市内で非常に強い揺れを観測しました、県内では最大震度4という表示になっています、最大震度4という表示になっています。津波が発生する恐れもありますので十分に注意をしてください、今ですね地図があのこのスタジオにもあるんですが、そちらを見ますと震源は海底ではなく内陸のようですので、まだわかりませんが万が一のこともありますので沿岸部の方も十分に注意をしてください、揺れが収まってきていると思います、揺れが収まってきていると思います、震度5弱を福井の嶺北、最新の今情報が入りました。福井の嶺北で震度5弱を観測しました。福井の嶺北で震度5弱の揺れを観測しています。揺れが強かった地域の皆さん落ち着いて行動をしてください。繰り返しお伝えいたします。先ほど9時10分ごろ福井県の嶺北で震度5弱を観測する強い揺れがありました。震度5弱を観測する地震がありました、非常に強い揺れを観測いたしました。福井で震度5弱、石川の加賀で震度3を観測しています。皆さんの周りは大丈夫でしょうか。火の元なども十分に確認をしてください。火の元も十分に確認をしてください。また津波に関する情報は入り次第速やかにお伝えをいたします。津波に関する情報は入り次第速やかにお伝えをいたします、先ほど午前9時10分福井県の嶺北で震度5弱を観測する地震がありました、それでは地震に関する情報を詳しく伝えてもらいます。山木さんお願いします。はい、先ほど9時10分ごろ北陸地方で、かなり強い地震がありました、福井の震度ですが、現在分かっているのは震度5弱が福井嶺北です。福井嶺北震度5弱、それから震度3が石川県の加賀、石川県の加賀が震度3となっております。繰り返しお伝えします、先ほど9時10分ごろ北陸で強い地震がありました、震源地またその他の情報はまだ入っておりません。分かり次第お伝えします、震度5弱が福井の嶺北です。福井の嶺北震度5弱を記録しています、それから震度3が加賀、震度3が加賀となっております。新しい情報が出ました、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されます、福井県あわら市、それから福井市でも震度4を観測しています。震度5弱は堺市です。繰り返しお伝えします、先ほど午前9時10分ごろ福井県嶺北を震源とする地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。ただ今後も同じような揺れが予想されることがあります、同じような揺れが起きる恐れがあります。十分に注意をしてください。各地の震度です。震度5弱を福井県堺市、震度4を福井市あわら市、震度4を福井市あわら市で観測しています、
その他石川県からそれから福井県の県境その周辺で、揺れを観測しています。数日前にあの富山と石川の、ね、県境のところでも揺れがありましたけれども、はい、まあ、それと関連があるのかどうかは分かりませんが非常に強い揺れを今グラグラッと、ね、感じますね、感じました。はい、改めてですね今後もまたあの同じような揺れが起きる恐れが十分にありますので皆さん注意して行動してください。ラジオを聞ける状態に皆さん今日はぜひしておいてください。非常に今強い揺れでこの後もですねちょっと心配な状況になっています。十分に注意してください。繰り返しお伝えしますね。午前9時10分ごろ福井県の嶺北を震源とする地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱が堺市、震度5弱が堺市です。堺市の皆さん大丈夫ですか？注意してください。震度4が福井市、あわら市、福井市とあわら市で震度4を観測しています。震度3が石川県加賀市、福井県鯖江市、越前市、永平寺町、越前町、県内は鯖江市、越前市、永平寺町などで観測をしています。この地震による津波の心配はありません。また福井の池田町や奥越大野では震度2を観測しています。繰り返してお伝えします。気象庁によりますと午前9時10分ごろ地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱が堺市、震度4が福井市、あわら市、震度3が加賀市、鯖江市、越前市などです。震源地は福井県の嶺北、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。しかし、津波の心配はありませんが今後も同じような揺れが起きる恐れがあります。十分に警戒をしてください。今の揺れでちょっと高いところのものが落ちかかっているということもあるかもしれません。なるべくそういうものが落ちないような場所に避難をしたり、あるいはもうすでにガラスが割れてしまっているという状況の場合は室内であっても靴を履いて行動するようにしてください。それから家族の方、それから近所に一人住まいのご高齢の方もいらっしゃるかもしれません。そういう方ともちょっと連絡を取り合いながらですね、地域でなんとか、怪我などをしないようにということで注意をしてください。それではエコーメイトに今の状況を伝えてもらいます。加藤さん。はい、私は福井市の中富士小学校近くにあります公園、はい、外におります。はい、先ほど非常に強い揺れを感じました。はい、ちょうど車のエコーメイトラジオカーの後部座席に乗っておりましたが、下から突き上げるような揺れを大きく感じました。はい、その後続くような揺れは感じていないんですけれども、やはりドンと下から大きく突き上げるような揺れを感じまして、今公園周りに倒壊するようなものがない安全な場所を選んで公園の中で避難をしております。はい、今この辺り周りを見渡してみましても建物などから出てくるそういった人の姿は確認できません。うん、ちょうど揺れを感じた時はですね、はい、直後にこの公園そして周辺は住宅街になっていますが、地域の、まあ、防災情報大きなスピーカーから、はい、地震が発生しましたという震度5弱というような情報スピーカーから音が聞こえてきましたので地域の住民の皆様も聞こえているかと思います。はい、今聞こえていますね。この時間もそういった案内が聞こえてきます。こちら、中富士小学校近くの公園です。加藤さん、周りですけれども、はい、例えば煙が出ているとか、はい、あるいはなんかサイレンの音が聞こえるとか、はい、そういう状況はありますでしょうか？そういった様子は確認できません。いつも通りの静かな街中ですけれども、そういった先ほどお伝えしたようにスピーカーから流れる情報その音だけが響いているといった中富士小学校周辺となっています。あ、そうですか。はい、例えば住民の方が外に出てきているとか、はい、何かしらそういう変化もないでしょうか？そういった慌ただしい動きはですね、今この時点では確認できません。そうですか。はい、はい、また何かありましたら伝えてください。はい、はい、震度5弱を堺市で観測したというような揺れでした。はい、非常に強い揺れをスタジオでも感じましてね、はい、あっとちょっと思いましたが、ガラガラッときましたが、そうですね。長さとしてはそれほどその長いものではなく、まあ、ガッとこう揺れたという感じでしたけどね。はい、ただ今の揺れによってこれ、まあ、地下でどういうことが起こっているかっていうのはちょっと分かりませんが、もう今後もだいたい震度5弱程度の揺れがありますと揺れる恐れっていうのは十分に考えられますので、本当に注意をしてください。上から落ちてくるもの、それからね、ガラス、
注意してください。あとお子さんお年寄りですよね。そうですね、でしかも今のコロナの状況ですからね、ちょっと本当にそのあたりが心配ではあるんですけれども、十分に、ここから数日また気象庁などからも発表があるかと思います。十分に注意をしてください。堺市で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はないということです。堺市と言いますとね、福井地震の震源も丸岡のあたりになってます。詳しいその震源の場所というのは今こちらには入ってきておりませんけれども、そういう意味ではもう過去にもやはり福井はそういう大きな揺れを観測している、ここ最近はなくてもね、はい、そういう場所でもありますので十分に注意をしてください。改めて非常持ち出し袋、それから、いろんな薬であるとか、はい、必要となりそうなものというのをもう一回今のうちに確認をしてください。JR に関する情報が入ってきました。 JR に関する情報が入ってきました。JR 西日本ですけれども、北陸線はですね、先ほどの地震で、列車が一時運転を見合わせたようです。数分遅れで現在は運転を再開しているということです。 JR は数分遅れで現在運転を再開しているということです。その他、越前鉄道、福井鉄道など情報が入りましたらまたそちらも伝えてください。今 JR のみ情報が入ってきました。JR 北陸線は数分遅れで運転を再開しているということです。先ほどの地震で一時運転を見合わせたようです。 JR は、運転を数分遅れで再開いたしました。県内のどうやらですね、今地図がモニターに表示されてるんですけれども、九頭竜川沿いの流域ですかね。そうですね。すいません。堺市のやっぱり丸岡周辺のあたりでしょうか。ちょっとまた詳しいところはわかりませんが、今から12分ほど前になります。9時10分頃に、福井県の嶺北を震源とする強い地震がありました。この地震で堺市で震度5弱を観測しています。震度4が福井市あわら市、震度3が石川県の加賀市、福井県内では鯖江市、越前市、永平寺町、越前町となっています。この地震による津波の心配はありません。しかし今後の揺れにも十分に注意をしてください。一度お知らせです。